スタイルの仕方です。ハンス・J・ウェグナーのロッキングチェア J16。 ウェグナーが家具を500生涯で500ぐらいデザインしたっていう中で、ロッキングチェアが約9脚って言われてるのかな。1944年にデザインされて、デンマークの FDB っていうあの生活協同組合の方から依頼を受けて設計したっていうものですね。初期の方のデザインになるのかなと思います。今はフレデリシアで販売されてますけど、こちらはここにちょっと札があるんですけど、クビストっていうメーカーのもので、おそらく2003-2004年ぐらいなのかな、まではクビスト、最初は FDB で、FDB 社が、クビストにこう、まあ、買収というか工場を引き継いで、でクビストがやってたのをまたフレデリシアが、傘下に入れたっていう感じなので、現在はフレデリシアで、これはちょっとやっぱ20年以上前のものなのでクビストのものになりますね。構造でいうとペーパーコードになってます。板だと硬くて冷たい、ペーパーコードって硬くもなく柔らかくもなくいい感じの座り心地、お尻も痛くもないし、フレームは、ビーチと仕上げが、ソープフィニッシュですね。木をそのまんま素地を使ったような仕上げですね。当時こうシェイカーチェアとウィンザーチェアを流れを組むデザインって言われてて、この辺がこう結構シェイカーチェアっぽいこの組み方が、まあここはちょっとウィンザーチェアっぽい感じだし、ここもちょっとシェイカーチェアっぽいデザインを組み入れてデザインされたようです。当時ウェグナーの奥さんが妊娠中だったらしく、奥さんが座るようにデザインしたっていうふうに言われてます。肘が軽くこう湾曲っていうかカーブを描いていて、外にこう広くなってる感じなので、結構座り心地がいいんですよね。で子供が生まれてからもここでゆりかごとして使えるようにデザインしたというふうに、言われてますね、いいですね。ここがやっぱり湾曲していることですごくこう手に馴染むというか置きやすい印象ですね。でペーパーコードなので硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどいいクッション性というかお尻にこう馴染む感じですね。ハイバックなので頭も上までもたれかけれるので、すごくいい座り心地になってます。なんかオプションでここの枕というかカバーとかこうクッションとかも今は販売されているようなので、もしお好みでその辺も追加できるかとは思いますね。でこれ実際ウェグナーのデザインって言われてますけど、実はその FDB に当時ボーエモーエンセンが家具部門でチーフとして働いてたそうで、でなんか一緒にこうああでもないこうでもないデザインして作ったっていう風に言われてるので、専門家の間ではこうウェグナーとモーエンセンの共同のデザインっていう風には言われてるそうですけど、一応ウェグナーデザインになってます。デザイナーズ家具、北欧家具、ブランド家具などの、販売もやっております。概要欄の方にネットショップの方のリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからご覧ください。あとこういったデザイナーズ家具買取もやっております。こちらも概要欄の方に買取専門のホームページの方を、リンク貼っておりますので、ぜひお問い合わせください。ありがとうございました。